ウィリアムソン軍はアメリカ合衆国テネシー州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は183,182人であり、2000年の126,638人から44.7%増加した。軍庁所在地はフランクリン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウィリアムソン軍は ナッシュビル・デビッドソン・マーフリーズ・ボロ・フランクリン大都市圏に属している。軍名はアメリカが衆国憲法に署名したノースカロライナ州の政治家、ヒュー・ウィリアムソンにちなんで名付けられた。ウィリアムソン軍となった地域には、チェロキー族、地下層族、直東族、クリーク族、小人族など少なくとも5つの前史時代文化があった。 白人開拓者は1798年までにはこの地域に入ってきており、1799年10月26日、テネシー州議会がフランクリン軍とウィリアムソン軍を設立した。1800年、アブラム・モーリーがアンソニー・シャープから購入した特許土地の一部から軍庁所在地となるフランクリンの町を設立した。軍名は、 ノースカロライナ州出身のヒュー・ウィリアムソン博士にちなんで名付けられた。ウィリアムソンはノースカロライナ民兵隊の大佐であり大陸会議代表を3期務めていた。ウィリアムソン軍の初期住人の多くはアメリカ独立戦争の退役兵に与えられた土地の受領者だった。この地に入植する道を選ばなかった退役兵はその特許土地の多くを土地投機業者に売却し、 その業者が土地を小さく分割して販売した。南北戦争以前、ウィリアムソン軍は州内でも2番目に裕福な軍だったが、その資源は木材と肥沃な土地であり、換金作物に頼るよりも安定した経済を提供した。ウィリアムソン軍は南北戦争の影響が大きかった。この戦中の軍内では、ブレントウッドの戦い、トンプソンズステーションの戦い、 さらにこの戦争では最大級に犠牲の大きかったフランクリンの戦いという三つの大きな戦闘が起きた。軍経済の基盤だった大規模プランテーションが荒れ果て多くの若者が戦争で死んだ。フランクリンの戦いで倒れた南軍兵士の多くはカーントンプランテーションハウスに近い幕が僕、南軍墓地に葬られている。この墓地には百八十一体の遺骸が 埋葬されており、民間の南軍墓地としては最大である。ウィリアムソン軍の農業と田園の性格は1900年代前半でも、ほとんど変わっていなかった。住民の大半はトウモロコシ、小麦、綿花、家畜を育てる農夫だった。最初期の製造業は、フランクリン氏の同地ストーブ工場だった。これは後にマジックシェフの工場となり、電気とガスレンジを製造した。 この工場が使われなくなると、1990年代後半に修復され、歴史保存施設再利用プロジェクトのモデルとなっている。週刊高速道路の体系が完成し、ナッシュビル氏が成長してからは、ウィリアムソン軍も著しく成長を遂げた。1990年から2000年にかけて、軍人口は56.3%も成長した。現在、 フランクリン市歴史的中心街、フランクリン市の工場、カーターテイトカーントーンプランテーションが、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は584平方マイルであり、このうち陸地583平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.16%である。 人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウィリアムソン軍は国内でも裕福な軍に属している。2006年のアメリカ合衆国国勢調査局統計で第11位の軍だったが、コミュニティ経済研究委員会は生活費と世帯あたり収入中央値との比較で第1位にランク付けしていた。 2010年の雑誌フォーブスによるアメリカ合衆国の裕福な軍25決では第17位だった。アメリカ合衆国国政調査局は2000年から2005年のアメリカ合衆国の軍人口成長率100決でウィリアムソン軍もリストアップしていた。軍民の過半数は共和党に登録している。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では72%が 共和党のジョージ・ W ・ブッシュを支持し、対する民主党のジョン・ケリー上院議員は27%だった。2008年でも共和党のジョン・マケインが69%を獲得し、30%の民主党、バラク・オバマを制した。ウィリアムソン軍政府の最高執行役人は軍長であり、4年間任期の選挙で選出され、軍の財政運営と日々の管理を責務としている。 軍長を補佐するのが、農業展示公園、動物コントロール、予算、購買、コミュニティ開発、軍庫文書庫、緊急情報連絡、経済開発、緊急管理、雇用者福祉、人的資源、情報技術、資産管理、危機管理、及び固形廃棄物管理の各部門長である。軍長は24人の委員からなる、軍政委員会と密接に協業している。 軍政委員は12の選挙区から各2人が4年間人気の選挙で選出されている。毎年5選される議長が委員会を主催する。委員会は予算を承認し監督することに加え、企画委員会、高企画道路委員会、ビール理事会、選挙区割理,理事会、建築調整理事会、軍記録委員会、図書館理事会などの委員を指名する。軍の資産評価官。 事務官、巡回裁判所事務官、少年裁判所事務官、当機関、保安官、信託官及び一般裁判所の二人の判事は、4年間任期の選挙で選出されている。その他に公平法裁判所事務官、選挙管理官、高規格道路監督官は4年間任期で指名されている。選挙管理官は選挙管理委員会から、 高規格道路監督官は高規格道路委員会から指名され、公平法裁判所事務官はテネシー州第21地区裁判所判事から指名される。軍内の幼稚園生から12年生の公共教育はウィリアムソン軍教育学区が管轄し、38の学校を運営している。ありがとうございます。